単語丸ごとイメージ化。今回はウォレット、財布ですね。お札入れのウォレットです。これ語源的には面白いんですが、 well というですね、名詞の形で井戸という言葉と関連しているということなんですね。まあ、何かお金を貯めたり水を貯めたりって、そこから関連しているんだと思います。 I left my wallet at home, so I couldn't buy anything. 家に財布を置いてきてしまったので、何も買うことができなかったということですね。これは残念です。